幹事社 TBS です。よろしくお願いします。本日も日本教育新聞社さんと IWJ さんが同席しまして、 IWJ さんがインターネットで会議を準備いたしますのでお願いいたします。まずは大臣ご答弁お願いします。はい、今日は中越地震8周年のものですから、これから祝典に参列するものですから喪服で失礼いたします。今日の閣議におきましては、まず当初吉田沙保里さんに対する国民栄誉賞の授与の報告がございました。11月7日総理官邸で表彰式を行います。2点目は、田中法務大臣から病気につき加入するので辞職をしたいという旨の届け出が秘書官を通じて総理に提出されたということの旨のご報告がありました。それから他は特別ではありませんでしたけれども、岡田副総理が発言なさいまして、資料の配布等もございましたけれども、平成25年度の公務員の定員削減についてなんですけれども、平成25年度は国家公務員の新規採用について、21年度比で 56% 減という大幅な抑制を行うこととしていると。そして、22年から24年までの3年間で独法を除きまして、約4500人、年平均にいたしまして1500人の巡減を行ってきたと。で、増員抑制を徹底していくために、さらに各大臣が、特段の協力をするようにというご発言がありまして、これに関連して、建設国土交通大臣および環境大臣からそれぞれの役所の事情を説明して、なかなか協力はするんですけれども、厳しい状態であるという両省からの説明がございました。